逃げたみたいね。私の大切なコレクションを持って。ダメみたい。あれが倒した木が道を完全に塞いでしまっているよ。しばらくは進めないと思う。けれど、あれは絶対にただの魔性ではない。ミス・トゥース・フェアリー、あなたが見た魔性の活動痕跡はどんなものだった？ほとんどは抽象型魔性によるものよ。あんなに大きな爪痕はほとんどなかった。おそらく、大型魔性は、あの一匹のみの可能性が高いわね。それから、あちらの少女に説明した方がいいわよ。そうだね。ん？どうしたんだい？みんなして僕を見て。僕の顔か服に何かついてる？私のカメラが、嘘でしょ？フィルムまで粉々に。そんなに悲しまないで、ジェニファー。つなぎ合わせれば元に戻るかもしれませんよ。そうすれば気分が少しは楽になります。無理よ、全部パーよ、今まで撮ったもの全部。あまり悲しまないで。僕たちが怪我人を出さずに済んだのもそのカメラの犠牲があってこそだよ。なですって。君を慰めに来たんだ。そんな目で見ないでくれ。僕も必要ないのは分かってるんだけど、あの人たちに押しやられてね。ほら、あそこ。僕の後ろにいる、ハットをかぶったのと、白い服を着てる彼女たち。必要ない？必要ないですって。あんた、自分が何したか分かってんの？この粉々になったものを見なさいよ、クソナード。これを何だと思っているの？分かった分かったから、少し落ち着いて話さない？もし君が映画のことで怒ってるのなら本当にすまないと思ってるよ。だけどあの時みんなの安全を守るためにはああするしかなかったんだよ。それに君にいいことを教えてあげるよ。あのカメラは日常の記録用に開発されたものだから、映画の撮影に使ってもいいものは撮れないよ。つまりある意味僕はとんでもない駄作が出来上がるのを阻止したってわけだ。もし金銭的な弁償なら後ろにいるハットをかぶった子に言っておくれ。駄作？そんなわけないでしょ。映画なんかもうどうでもいいわ。そんなの全然全く気にしてないんだから。そもそも金で解決できると思ってんの？このレコーダーはね、ルグストの限定コラボ商品で世界に3台しかないんだからね。たったの3台よ。どんなジュエリーよりブランド物のバッグよりも価値があるのよ。縁取りに使われてるレザーだけでもあんたの頭200個分の価値はあんだよ、このアホは。うっ、私の化粧が。あんたたち何突っ立ってんのよ。さっさとあの大木を何とかしなさいよ。早く小屋に戻らないと風邪ひいちゃうじゃない。あなたたちはここにいるべきではないわ。すぐに近くの町まで降りて、
ホテルでしっかり体を洗うべきね。あなたたちを森の外れにある道路まで送るわ。それから車の用意もね。もしも喉のかゆみや熱っぽさを感じる人がいたら、近くの薬局でロビラシンか同じ系統の薬を買って服用するといいでしょう。はあ？いやよ、帰らないわよ。まだ撮影が残ってるんだから。あんたたちがあのデカブツを片付けてくれれば続けられるんでしょ？とんでもないダサ作の撮影が。けど、もうそのビデビデビデオカメラよ、おバカ。何も知らないくせに、ちょっと小道具作ったくらいで私に指図するつもり？ここに残るのは賢明な選択ではないわ。ここはとても危険よ。自分の力を過信しないで。そんなの私たちの勝手でしょ。あんたたちに指図される筋合いはないわ。あなたの言う通りよ、ミス・ジェイミー。でもこれだけは言わせて。あなたとあなたのお友達は今とても危険な環境にいるの。レイクミドロは観光にふさわしい場所ではないわ。私たちと一緒にいた方が安全よ。雨が強くなってきたわ。このまま外にいると風邪をひいてしまう。ひとまず道を切り開いて小屋へ雨宿りに行きましょう。いちいち脅かしやがって。フレディ、キャンプ場の方に使える斧とかないか見てきて。あなたたち、もし落ちている歯を見かけたら私にいただけるかしら。早くしてよフレディ、ここへ神社は。音がうるさいけど、打ち明けると心が落ち着く。ちょっと暑いわね。危ない。落ち着いて。シュタージ勤めは銃を持っている常識だぞ。絶対。え、私に司令権はないの？焦らないで、優しく。緊張しないで。おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされるのは勘弁だから、ね、鍵が壊れています。これは小型魔性の髪跡ですね。おそらく中に彼らの巣があるのでしょう。まさか電気通ってるとはね。誰がこんなとこの電気代払ってるんだ？
地熱発電かゼノミリタリーが残した発電施設の可能性も。止まってください。産地の方向、階段の曲がり角に3体。いえ、少なくとも3体でしょうか。こっちに向かってきたよ。金髪娘、お友達を連れて下がって。年寄りに席を譲ってくれない？そうね。危ない。何か聞こえる。優しい。心臓の音がうるさいけど。気持ちを打ち明けると心が落ち着く。無料サンプル。無料サンプルよ。おーい。ラージズトメが自由を持っている。私の交代だぞ。焦らないで。優しくね。痛みを悔い改める。目にはもう焦らないで。血をもって罪を償い。シュタージズトメは銃を持てる。常識だぜ。おーい、私は後方部隊だぞ。誰？優しい。心臓の音がうるさいけど。そんなに怒らないでよ。いい子ね。おもちゃをあげましょう。空飛ぶ手袋はたったの3000光が見せんかよ。よかったです。おそらく。おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされるのは勘弁だからね。おかしいな。確かにここに置いたはずなのに、どこ行ったのよ。何か探しているのですか？よかったら私も手伝い。いらないわよ、どいて。そんなに暇だったら掃除でもしてたら？私が横になれる場所を用意してちょうだい。あ、そうですよね。お疲れでしょ。待っててください。すぐにお片付けしますね。手伝いますよ、ミスアニー。 ありがとうございます。掃除道具は棚にあるので、みんなでここをきれいにしましょう。マジで、あの聖パブロフ財団の調査員なのか？聖パブロフ財団って何ですか？え？知らないの？聖パブロフ財団とは、アルカニストを受け入れて組織化する公的機関です。私たちは皆、その一員なのです。ですので、全力で皆様の安全をお守りします。本物を見たのは初めてだよ。あんたら普段は何してんだ？捕まえた人間で人体実験か、それとも各政府の機密情報収集か。今出回ってる噂は全部本当なのか？人体実験、機密情報。すみませんが、どういう意味でしょうか？人間を傷つけることはありません。
規則にもそう記されておりますし。そんなの常套句でしょ、お嬢さん。本で読んだんだ。本当は陰でいろいろやってるんだろ。なあ、教えてくれよ。うっさい！マヌケは演じろとは言ったけど、本当にそうなれと言った覚えはない。州立 IB 大の顔に泥を塗るようなことするんじゃないわよ。君たち州立 IB 大学の学生なの？ええ、私は映画学科よ。そこのバカは科学科、あっちのノッパは専攻で英文学と詩を取っているわ。そんで次の休み明けに何が何でも作品を一本提出するよう教授に言われたわけだから、この何の才能もないクズども集めて、わざわざこんなところまで来て馬鹿げたホラー映画を撮ってんのよ。馬鹿げた？だって、てっきりホラーマニアなんだと思っていたよ。はあ？キモいこと言わないでくんない？誰があんな汚らしくて灰まみれの、何のロマンも綺麗な衣装もない映画なんか。つまり君はホラー映画には何の興味もない、なのにわざわざここまで出向いて撮影を？ええ、一番簡単で悪趣味で何の価値もないからね。あくまで課題のために撮ってるってだけ。私はホラーなんか大嫌いなのよ。なるほど、そういうこと。それならこの最低な脚本、見かけ倒しの撮影道具、才能のかけらもない役者たちにも頷けるよ。最低な脚本ですって？ああ、君の台本を読んだけど、論理性とオリジナリティに欠けているし、ゴアシーンも退屈の極みだ。まさに典型的な、言い換えれば手垢のつきすぎたシナリオだ。そこで僕は単純に疑問なんだが、君はどうやって映画学科に？ IB 大は割と優秀な大学のはずなんだけどな。何かわかんのよ。たかが財団の駒の分際で、パパのボディーガードと同じようなもんじゃない。少し落ち着きなよ、ジェイミー。君のパパが大学に図書室を2つも寄付していなければ、今頃映画学科に君の席はなかったんじゃないかな。それにギャーギャー騒ぎすぎだ。まるでアルカニスト見たくなってるぞ。せっかくの可愛さが台無しだよ。はあ？あんた何言ってんの？殴るわよ。カメラも壊れたし、最悪な気分よ。やり合いたいってなんなら付き合うわよ。おっと、普段はこんなジョークで怒ることないのに、そんなに強気なのはアルカニストのお友達がいるからかい？ミスター・ジェイソン、ジェニファーは真剣に自分の作品を完成させたいだけなのです。そんな風に言わないでください。それにジェニファーも許してあげて。お友達でしょ？友達同士互いに声を荒げてはダメだと思います。それともよくわかりませんが、外の世界ではそういうものなんでしょうか。あんたの歯全部引っこ抜いて、あそこのわけわかんない歯の収集家にプレゼントしてあげるわ。その空っぽの頭に私はアルカニストと呼んだら、
どうなるか叩き込んでやる。それでも君は遥かに嘘だ。子供の頃からどれほど人間に溶け込もうとしてもその事実は変わらない。君が毛嫌いするアルカニストの中にも優秀な脚本家はたくさんいるけどね。ミスターホラーペディア、どうかこれ以上焚きつけるような言葉は。こんな、お静かに。これ以上騒ぐようなら声を奪うわよ。ミス・アニーの言う通りよ。どちらもとても友達に向ける言葉とは思えないわ。私たちがここに集まっているのは喧嘩のためではないでしょう。冷静になりなさい。手に手を取って仲良しでいなさいとは言わないわ。けどアルカニストだろうと人間だろうと私の前で喧嘩など言語道断よ。それではみんなソファーに戻ってくれるかしら。すみません、ミス・トゥース・フェアリー。ごめんなさい、彼らを止められなくて。ミス・ジェイミー、アニーも君が呼んだ役者の一人？他のお友達に比べると、なんというか、穏やかだね。あ？この子は違うわよ。ただこの町に住んでるってだけ。森の近くで偶然見かけたの。それからロット。殺人鬼役のロット。これで全員よ。分かったら少し休ませてくんない？口を挟むつもりはないんだけどさ、ロットって来てないよな？入院したとかで。覚えてるか？来てない？なら殺人鬼を演じてたの誰よ？君が探してきた役者じゃないのかい？アニーと同じように森近くの街角で。は？呼んでないわよ。役者に誘ったのはアニーだけよ。この子アンナにそっくりでしょ。当の本人は胃腸炎で入院してるけど。ええ、そうよね。胃腸炎で入院したアンナは確かロットと一緒に引き換えると樹皮の煮込みを食べたせいで、確かに駅の車にはいなかったわね。おいおい、冗談だろ。っていうことは、私たちの中に見ず知らずの殺人鬼が紛れ込んでいたってこと。ジェニファー、大丈夫ですよ。私がついてますから。いつの間に暗くなって、今何時？ちょっとレディ、泣いてないで時計見て。午後の1時だよ。もしかしてロッじゃなくて
あの殺人鬼か。あいつ俺たち殺しに来たんだ。恐ろしい化け物に決まってる。フレディ落ち着いて、ホラー映画じゃないんだから。そんな偶然あるわけないだろう。正確に言えば君たちはまさにホラー映画を撮っていたけどね。巨大な化け物に身近に潜む偽りの友、一瞬で暗転した空、これ以上にスリリングなホラー映画なんてないだろう。頼むから黙っててくれ。こいつらだけでも十分うざいのに。君たちはここに座ってな。外に出てブレーカーを直してくるよ。このイカれたバカどもを正気に戻すためにね。それはあまりおすすめしないかな。ホラー映画において単独行動をした者はほとんどいい結末を迎えないよ。もし本当に殺人鬼が外にいるのなら、君が最初の生贄になるだろうね。いくら君が粗暴で無礼な上に種族差別までするような輩だとはいえ、安全のためにも他にも誰か一人連れて行った方が。どけ、うぜんだよ。彼、わざとじゃないよね。わざと？立ててはいけないフラグを立てまくった挙句に、してはいけない行為をすべてしてるんだもん。本物のホラー映画になりそうだよ。彼の行為はまさに、睡眠薬を飲んだ後に首に縄を引っ掛けて銃口を加え込んでいるようなものじゃないか。勇敢な少年が単独行動に乗り出してからすでに7分25秒か。僕はブレーカーの類は修理したことがなくてね、よくわからないんだが、誰か修理にかかる平均的な時間を教えてくれないかい？私の人間社会に対する理解に基づけば、今のところは平均時間内よ。もし設備の損傷が著しい場合、もしくは修理する人間が詳しくないタイプの機種だった場合、修理時間は長くなるわ。よくある状況よ。彼を探しに行かないと。この特殊な状況だと、たとえ殺人鬼に遭遇しなくとも他に危険が潜んでいる可能性がある。ソネット、ミス・トゥース・フェアリーと一緒にここの安全を確保して。私はホラーペディアと一緒に彼を探しに行くよ。見つからなくても5分以内には必ず戻ってくる。もし5分以内に戻ってこなかったら、その時はここがホラーペディアの言う単独行動をする者は死ぬだけのホラー映画じゃないことになる。そうなったら、すぐにみんなを連れて安全な場所へ。そして応援を呼んで。もしかして、ジェイソンが？きっとそうだ！あいつが直したんだよ！
もう嫌だ。何なんだよ。もうこんなところ一秒たりとも痛くねえ。さっさと荷物をまとめろ。もう映画なんか撮ってる場合じゃねえよ。みんな車に乗って帰ろう。今すぐ。そう慌てない方がいい。最初に消えたのが単独行動をしたものなら、次の犠牲者は逃げるのに失敗したものになるだろうからね。今はできるだけ集団行動した方がいい。そもそも全ての始まりはこの雨からだ。今その中に再び飛び込んでいくのは賢明じゃないな。確か天気予報によれば、今日この地区で雨は降らないはず。ゼノミリタリー少年軍のおとぎ話と同じように、私たちも未知と遭遇してしまったのかもしれない。ゼノミリタリー？それってゼノミリタリーアカデミーのことですか？知ってるのかい？もしかして町にまでゼノミリタリーの階段が？確か前にここで生活していたんですよね。その時この小屋に住んでて。やめろ、いい加減にしてくれ。兄、そいつらから離れろ。もう帰るんだ。ミスターマイケル、あの方たちを信じましょう。今はここに残った方が。あのロッドが偽物だってんなら、このキャンプ場に他の幻覚を作り出すことだってあんたらにはできるんだろ。あんたらは確かに一見正常だ。何の違和感もなく現れて俺らの中に溶け込んだ。落ち着いて、よく思い出して。私たちは道中ずっと君たちを守って。俺はもう騙されないぞ。近づくな。出ないと撃つぞ。ジェイソンの言う通りだ。アルカニストはみんな狂ってやがる。あんたらは車に乗せねえ。ここで勝手に引き止まれ。クソ、私を置いていきやがって。ミス・ジェイミー、お待ちよ。このまま彼らを行かせるわけにはいかない。追いかけよう。すぎて何も見えませんね。ミスターマイケルはおそらく車に乗って離れたのでしょう。ですが、先ほど離れたばかりのミス・ジェイミーの姿も見当たりませんね。南よ。タイヤ痕と足跡はどれも南を向いているわ。それと魔性の爪痕も一緒に残っている。危険に遭遇している可能性が高いわ。急ぎましょう。みんな、彼女を見つけた。出す。ゲテ。ミス・ジェイミー、動かないでください。今助けます。ここは私とソネットに任せて、ミス・トゥース・フェアリーたちは彼らを追って。気をつけた方がいいわ。あれは少し厄介だから。もしもの時はこれを使って。この雨があれの傷を治癒しているようです。これは相当厄介な戦いになりそうですね。平和が我らと共にありますように。
仕事が来た。ハニーはハン、そんなに怒らないでよ。いい子ね。おもちゃをあげましょう。誰？心臓の音がうるさい。さすらないで。そんなに怒らないでよ。シュタージズトメの銃を持っている。どうしたの？えい！絶対！え？私に指令権はないの？誰？心臓の音がうるさいけど。優しくね。目には目を。隙あらば入り込む電波。いい子ね。おもちゃをあげましょう。おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされるのは勘弁。年寄りに席を譲ってくれない？僕が推察するに、うん？危ない。ええ、誰？心臓の何かしら？そんなに怒らないでよ。ダージズトメは銃を持てる。よしだぞ。無料サークル、無料サークルよ。え、緊張しないで。大丈夫。走らないで。無駄な抵抗はおやめなさい。深呼吸を。ちょっと熱いわね。おやめ。誰？優しくね。そんなに怒らないでよ。ダージズトメは銃を持っている。常識だぞ。えい！おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされる。頭が、全身が痛い。バラバラに、ちぎれそう。ちぎれる。ミス・ジェイミー、目を覚まされたのですね。応急処置は済ませました。この先はミス・トゥース・フェアリーに見てもらった方がいいでしょう。大丈夫ですよ。彼女は優秀な方です。きっと痛みもなく治してくれます。ここは、小屋？私まだ生きて、
よかった。生きてる。君はもう安全だよ。あの魔性はもういないから、安心して。さあ、息を深く吸って、吐いて。私の手を握って。そう。もう一度。どう？少し落ち着いた？ありがとう。もう、大丈夫。そうだ、ハニー！ハニーは目を覚ました。怪我してないわよね。彼女はまだ見つかっていない。マイケルの車に乗ったんじゃなかったの。いえ、あの子車から飛び降りたの。私が魔性に襲われてるのを見て、車の窓からね。はぁ、なんてこと。殺人鬼よ。あいつが兄を連れていたのよ。きっとそうよ。私、あいつを見たの。あの子に近づかあいつをね。まるで、本当に、ホラー映画みたいだった。落ち着いて。私の手を握って。さあ。いい知らせがあるの。アニーの手がかりがつかめた。あとは私たちに任せて。ええ。あ、わかったわ。ミス・トゥース・フェアリー、戻られたのですね。ミスター・マイケルたちは、その、どちらに？見つからなかったわ。私たちではとてもじゃないけど車には追いつけなかった。それに目の前で森の境目に衝突したの。森の境目ですか？私もうまく説明できないわ。車が森の外れに差し掛かった時に大きな音が響いてきたの。ボンネットがぐしゃぐしゃに潰れて、後ろのタイヤが地面から浮き上がって、そして爆発した。まるで何か透明な壁にぶつかったかのような。あまりにも唐突でさすがに驚いたわ。すぐに駆けつけたけど、車が燃える火は雨で消えていて、中には誰もいなかった。唯一、この鍵だけが残されていたわ。ジェイミー、これは君の？私のじゃないわ。こんな鍵、見たこともない。私の鍵は、デコってるし、ストラップとかつけてあるのよ。こんな古くて地味な、しかも変に土臭い濡れた鍵なんて持ってないわ。何か手がかりは？ないわ。何の痕跡も印も残されていなかった。それに車にはこの鍵と一致する鍵穴はなかったわ。最初に消えたのが単独行動をしたもの、次に逃げるのに失敗したもの。不可解な点が山積みではあるけど、一つだけ確かなのは、僕たちは今ホラー映画では典型的な危険な夜のただ中にいるってことさ。つまり、アニーは襲われているジェイミーを助けるために車から飛び降りて、そのまま行方がわからないと。そして、ジェイミーは森の奥からこちらに向かってくる殺人鬼を見た。彼女は今とても危険な状況にいる。一刻も早く助けに行かないと。
それからこの先の戦闘に備えて小屋の安全をちゃんと確保しないと。私はホラーペディアを連れてアニーの救助に向かうよ。ホラーマニアの彼ならきっと助けになると思う。ミス・トゥース・フェアリー、あなたはソネットとここに残ってジェイミーの治療と部屋の見回りをお願い。ええ、彼女のことは私に任せて。少しだけ我慢して。麻酔に噛まれた傷口は感染症を起こしやすいの。だから消毒は完璧にしないと。痛み止めは、痛み止め、よこしなさいよ。申し訳ないけど、私の救急箱に痛み止めはないの。あんた、こいつの治療は痛くないんじゃなかったの？すみません。以前私たちが治療をしてもらった時は、痛みなどなかったのですが。その時はどうやってたわけ？それは。ミス・トゥース・フェアリーは、私たちにトゥース・フェアリーを食べさせたんです。ほら、あのガラス瓶に入っていた金色の妖精です。彼らは歯の痛みや口の病気にとてもよく効くんです。もちろん、消炎や傷口の融合、頭痛とかにもとっても効果があるんです。食べ、待って、食べた？ええ、味はそれほど悪くなかったですよ。例えるなら、そうですね、ミントと干し梅を混ぜたような。まあ、見た目だけは少し抵抗ありますが。あんなのを口に入れるなんて。足を伸ばして、横の傷口も手当てしないと。あ、私も食べる。あれを、あのちっこいのちょうだい。申し訳ないけど、あなたにその方法は使えないわ。どうしてよ。私食べれるわよ。目を閉じて飲み込むだけでしょ。あなたが受け入れられるかではないの。私には治療にあたって、自分なりの決まりを持っているの。人間に対しては人間の治療法を、アルカニストに対してはアルカニストの治療法を用いる。先ほどあなたは自分がアルカニストであることに抵抗を見せた。だからアルカニストの治療を施すことはできないの。さっきの根に持ってんの？あ、わかったわよ。謝るわ。あんたたちの前であんなこと言うべきじゃなかったわ。悪いとは思ってるのよ。ただそのつい弾みで、私は人間といることを選んだ。彼らの仲間、特別なアルカニストになることをね。ああ言えば人間社会に溶け込めると思ったの。実際はこうして置き去りにされちゃったけどね。私の車に乗って逃げたくせに、異端者の私にのたれ死ねだなんて、ほんと笑えるわよね。いいえ、とても悲しいことだわ。けどそれでもあなたにはトゥースフェアリーは使えない。それは罰だから。いいえ、あなたが自分をアルカニストだと認めていないからよ。あなたは人間のお友達がやったことに失望して、
それでもなおそちら側に身を置き人間になろうとしている。そっか、手当ては終わったわ。え、もう何も感じなかったけど。カーバンクルの再生液を塗ったの。これには麻痺、陣痛、細胞の再生効果があるのよ。これってアルカニストの薬でしょ。キャンベルが監修した薬物許可を得たものは処方薬とされるの。規則違反にはならないわ。もっと早くに塗ってくれればあんなに痛くなかったじゃん。私は鎮痛剤をほとんど用いないわ。優秀な医師として患者の苦痛を最小限に抑えることができるからね。子供たちが痛がれば私は歌を歌って痛みを和らげてあげるの。けど私には歌ってくれなかったじゃない。もしかしてわざと？そうかもしれない。確かに最初はあなたに呆れていたもの。アルカニストも人間も時々混ざり合おうとするものよ。けどその違いははっきり分かってしまう。私たちにはね。あなたは大人になるにつれ彼らに習って自分を騙すように。ああ、いくらアルカニストの身分に抵抗を持とうがあなたに流れる血がいい作用をもたらしたようね。見てみて。あと30分もすれば傷口は完全に塞がって怪我をする前と同じになるわ。とにかくあなたが毛嫌いするものが今まさにあなたを助けているのよ。私の傷口にいい作用？ミス・トゥース・フェアリー、お待ちください。ミスター・ホラーペディアもおっしゃっていたように単独行動はとても危険です。今は一緒にいるべきです。彼女の足が治るまであと25分は必要よ。ここがホラー映画の世界だとすればこの段階で危険が迫ることはないから安心して。あなたもホラー映画にお詳しいのですか？それほどでもないわ。以前ホラーペディアが医務室に忘れた秘密の日記に書いてあったの。先生に没収されないようなんとかごまかしてあげたわ。それがきっかけで友達になったのよ。ごまかしてってよくそんなことをされているのですか？いいえ、あそこの管理はとても厳重だからね。ホラーペディアを覗けば顔を出すのはベルティくらいよ。彼女はよく仮病で医務室に来てはトフィーをたくさん持ち帰ったものよ。タイムキーパーが仮病を？だからよくトフィーを持っていたのですね。あら、仮病のこと知らなかったの？どうやらベルティに謝らなくてはいけないようね。うっかり秘密を漏らしてしまったのだから。まあ相手が彼女の助手でよかったわ。あなたなら彼女が不利になるようなことはしないでしょ。
ラストガールは大抵2パターンに分かれている。一つは純粋、無知、温厚を兼ね備えた無邪気な少女。アニーがまさにそれだ。もう一つは、クールで高飛車、豊富な知識を兼ね備えた少女。そのタイプは大抵どんな困難にも冷静に対処し、最も正しい選択をすることができる。まあ、ミス・トゥース・フェアリーのような女性が当てはまるだろうね。どちらも善人で、社会から称賛される存在。誰もが彼女たちが生き残ることを願う。化け物の鍵爪、殺人鬼の刃が彼女たちに襲いかかることも、ましてや命を取られることもありはしない。つまり、何が言いたいの？つまり、安心するといい。アニーの命に危険はない。彼女はとても安全だよ。少なくとも僕たちが死ぬまではね。もし彼女を失えば、僕たちが死ぬ確率は絶望的なまでに跳ね上がって、まさに青天井だ。慰めてくれてありがとう。ちょっと待って、大型魔性の死体がなくなってる。もしかしてまだ息があって巣に戻ったとか？いいえ、念のために確かめたけど、息絶えていたのは確か。あそこの地面に少し抜けた毛が残って、これは何？髪きれい。なんだろう。あ、この下の足跡見てよ。殺人鬼のだよね。これをたどっていこう。ここで足跡が消えてる。この辺りは地面の湿り方が他と違うから、足跡が残りにくいんだろうね。この匂い、どこかで。思い出した。あの鍵と同じ匂いがする。ここの苔には特殊な効果があると思う。持って帰って、ミス・トゥース・フェアリーに見せてみよう。あの、もしかして、ミス・ベルティですか？アニーの声だ。きっとこの近くにいるはず。兄、私の声聞こえる？私はここです。下にいます。下？誰かが掘ったものなのは確かだね。土は乾いているけど、やや粒が小さい。もともと掘ってあった洞窟に彼女を隠したってとこかな。見えた。もう大丈夫。私の手に捕まって。今助けるから。死んでしまうのではないかと。他の人はどうしているのですか？みんなご無事ですか？ジェイミーは助かったけど、他の少年たちは未だ行方不明だよ。けど安心して、全力で捜索するから。よかった。ジェニファーは無事なのですね。殺人鬼が私をこの穴に置いて、
どこかへ行ってしまいました。何をしに行ったのかは分かりませんが、いつ戻ってきてもおかしくありません。ミス・ベルティ、一刻も早くここから離れましょう。典型的なシナリオでも一番典型的な展開だね。下がって。君を殺すことはないだろうけど、傷つける可能性は否めないからね。いいえ、共に戦わせてください。こんなところでお荷物になるなんてごめんです。気持ちを打ち上げると心が落ち着く。血をもって罪を償う。優しく、何か聞こえる。焦らないで。ちょっと熱いわね。血の池のダンスパーティーよ。やるしこれ。大海原が枯れ果てた。また私一人を残して。警告警告、最速のスピードで現場。走って距離を取るんだ。もう何もかも終わった。彼はもういない。分かっています。そう、君は勝った。まるで奇跡だよ。奇跡、勇敢な心、自らの獲物で生き耐えた狂いし殺人。ラストガールだ。
Thank you.